ューボール若林くんのゴールキックで試合再開です。あと新田くんがパスカット、全日本動きがいいぞ。さあ新田くん右へ振った、ボールは右サイドの松山くんへ、松山くんセンタリング、よしもらった。さあ新田くん得意のノートラップランニングボレー、入るとシュート。あっとキーパー若林くんダイレクトキャッチ。次は俺の番や。なに、俺のカミソリシュートが一発目から読まれてて、取れない、攻め込みながらも点が取れない全日本、果たして若林くんからボールを割ることができるか。